バファロー先発の西でした。その立ち上がり、ワンアウトランナー二塁でバッターボックスは3番内川、今シーズン西から放った初安打、タイムリーヒット。中村がホームに帰ってくるんですが、ちょっと残念ですけど ねアウトっぽいんですけどね、はい、伊藤は完全に触れたという確信持ってます。判定はセーフ、ホークス1点を先制します。この表情です、まあ、判定は覆りません、ね、しかし今度は中田健一を攻めて、バファローズが初回ランナー2人置いてバッターボックスは T 岡田、まっすぐをセンター前弾き返します。これはタイムリーヒット、これをよく打ってくれましたよね、はい、流れをやっぱり引き戻しましたね。これも2アウトの後でしたね。そうなんですよね。3回の西のピッチング、明石を三振に打ち取りました。フォークボール、中村のピッチャーライナーよく取りました。これはもう見事ですよね、西の好プレー。今宮も三振に打ち取って、この3回は三者凡退に西が抑えるんです。しかし4回ツーアウト満塁というホークスはチャンス、西にとってはピンチ、バッター細川を迎える場面でバスターの構えからコンパクトに振り抜いた、これが痛かったですね、これが2点タイムリー、3対1ホークス勝ち越し。森は監督もこの表情、さらに明石が落ちるボールをうまく拾いました、まあ、このタイムリー、この点も少し余分と言いますかね、はい、もったいない点でしたね、はい、これで4対1、3点ビハインドのバファローズはその直後満塁でバッターボックスの伊藤、この打球がヒット性の打球ではあったんですが抜けません、フォースアウト。その間に T 岡田帰って1点返して4対2です。その後満塁とバファローズ攻め込んだんですが、まあ、ここはね、足立はショートフライ狙ってました ね打ち損じですね、はい。そして5回先頭バッターの糸井が逆方向に持っていきます。この打球がレフトオーバーのホームラン、第13号ソロホームラン、まあ、本来の形ですよね、これで1点差に迫ります。そうですね、これ大きかったですね。さらにこの5回はランナーを置いて川端がうまく逆方向ライト前タイムリーヒット、まあ、中田から代わった柳瀬から放っています。これで4対4同点。そして6回ランナーを置いて森福から糸井がこれも逆方向、これが勝ち越したタイムリーヒット。平野圭一がホームに帰って5対4バファローズ勝ち越しに成功、糸井のタイムリーヒット。しかし7回ホークスも粘ってツーアウトランナー二塁一塁で柳田、佐藤達也から高めのまっすぐをセンター前、これがタイムリーヒット。5対5の同点にホークス追いつきます。この西の表情。そして8回ツーアウトランナー二塁一塁で途中から DH に入った鉄平の打球は左中間の真ん中を割っていきます。ランナー2人が帰って7対5、まあ、ナイスヒットでこれで決まったと思いましたけど ねまだすんなりとは今日のゲーム終わりません。ガッツポーズの鉄平。しかし9回ランナー二塁一塁で柳田、フォークボールをセンター前に運んでタイムリーヒット、1点差7対6、中村ホームイン。その後ランナー3塁1塁、バッター長谷川というシーンでまっすぐで押し切ってセンターへのフライ、糸井が取って試合終了7対6、バファローズが1点差のゲーム逃げ切っています。勝ったバファローズ6連勝、首位フォークとのゲーム差はこれで2ゲームです。